Welcome back, guys. We got Solo Leveling Episode 9 here. Very excited for it. This anime has been nothing short of an amazing, guys. Seriously, I'm so excited for this. I'm excited every Saturday I get to sit down and watch this. Truly, I really am. It's such a great anime so far, and everybody says it's going to continue to get better, so I can only look forward to that. Appreciate you guys. Unedited early access on the Patreon, guys. You know the deal. Go to the description below and click that link. Check it out, even if you just want to further support the community and become a part of something bigger. Appreciate it. Let's go ahead and get into Episode 9 of Solo Leveling. See, I don't know if we can trust these guys. Just not sure. What's up with him? I love that. Let's get it. 分かれ道だ。難易度が思ったより低いんで、見てに分かれて進みません。リスクは多少増えるでしょうが、その分早く。Gotta risk it for the biscuit. そうしましょうか。僕は服役者たちと右へ行くので、もしボスの部屋を見つけたら、すぐに知らせに来てください。感覚値を上げたおかげだな。ここからでも分かる。ボスは he knows which. ゴブリン相手じゃ経験値が少ないからな。 孫さん、俺たちは左側に行きましょう。分かった。じゃあ俺たちは真ん中だ。はい。I'd have to be like, bro, do you think I'm cute or something, bro? Like, この程度のゴブリンなら相手できる。このまま無事に終わるといいですね。終わるだろ。最弱兵器が来たってことは、このダンジョンのランクは低い。 前もそう言って安心してましたよね、俺たち。決めた。レイドが終わったら、俺も孫の兄ちゃんに頭を下げる。俺たちは逃げたんだ。ハンターとして働く大の大人が、いくら家族のために仲間を捨てて逃げた事実はなくならねえ。これからもハンターを名乗りたけりゃ。 謝ちは認めることだ。許してもらえるわけがない。それでも俺は頭を下げる。Oh, he'll forgive。急ぐぞ。ゴブリンじゃ手応えなし。全部片付けたか。こんなの一瞬だろ。まだまだ殺したりね。これがもし人間だったら。は？ 同じように殺せるか。別に人間もモンスターも変わらねえよ。お話というのは、男3人に娘が恥ずかしめられた。その後娘は首を吊り、家内は精神的疾患から入院。それなのに奴らは数年で何事もなかったかのようにまた外に出てくる。しかも奴らはハンターの資格まで。 ハンターは服役中でもレイドに参加すれば減刑されるそうじゃないですか。こんな理不尽がありますか。娘はもう二度と帰ってこないというのに。それは30億あります。あいつらを殺してください。I see. ダンジョン内で起こったことを外の人間が知るすべはないんですよね。どうか。 I love where this is heading. I feel like I like this guy now. I see where this is heading. That's why he took them three. Okay, that's the three. That's why they're in prison. ここから出たら監視課には広報告しよう。お前たちはここで100匹のゴブリンに遭遇したと。
道が曲がりくねってますね。ちゃんと進んでるの。 That's why he suggested to go down three paths. In reality. に死ねると思うなよ。できる限り苦痛を与えてから殺してくれと頼まれてるんでね。何やってるんだ。うん、ああ、道が繋がってたのか。ってことはボス部屋に続くのは左側の道ね。おかげで迷わずに済んだ。ダイオン Not just a slice of the 予定は少し狂ったが。 Is he gonna kill them too? Wait.さっきの鑑定士ってやつ。 Is he a hitman? 監視官上司と病院に来た。 I mean, I know he is for this occasion, but 俺のこと覚えてなきゃいいんだが。 Oh, that was him from... Okay. It's prisoners. That hurt a little girl. Oh. Oh, he did do it.Okay, no witnesses, huh? Bro's a menace. I mean, he. Kim. Son. Shiri san. Shiryo. Hayak shiryo! Shit, dude. Kim san, shikari shite kudasai! Kore wa monster no shiwaza ja nai. Eiri no hamono. Sore mo, aete chimeisho o sake.何度も無駄だ。どうせ助からない。何言ってるんですか。ちゃんと生きてくださいよ。家族もいるんでしょ。最後まで。 This got intense quick. 最後まで意地でも生き残ってもらわないと恨むこともできないじゃないですか。すまない、本当にすまない。こんな風に謝るつもりじゃなかったんだ。ちゃんと頭を下げるつもりだった。兄ちゃん、すまなかった。本心。Really died apologizing, bro. キム君。Wait, is he nuts? He's trying to kill everybody?早いじゃん。ヒーラーを真っ先に消すつもりだったんだが、まさか今のを防ぐとはね。カンさん、あんたがやったのか。だとしたら、あんたはハンター協会の人間だろう。こんなことが許されるとでも。いいシナリオが浮かんだ。本当はゴブリンに皆殺しにされるという設定だったんだが、路線変更だ。逃亡を企てた囚人どもがお前たちを先に殺し、This dude is crazy, bro. ボスの相手をしている僕に奇襲を仕掛ける。しかし僕に勝つには力不足。そうして僕一人が生き残る。どうだ、完璧だろ。ゴミだな。君に勝てる相手じゃない。私が行く。キム君、借りるぞ。人に刃を向けるのは久しぶりだ。相手は B 級で格上だが、ジュヒさん、肉体強化魔法をかけてくれないか。はい。暗殺系は防御に弱いという欠点がある。そこは He's an assassin type. 老いぼれの魔法使いが筋力増強したところで逆効果ですよ。今の私は剣士だ。所詮は魔法系。剣を握ったところで何の意味がある。意味はあるかもしれないぞ。動きは悪くない。バフがかかってるとはいえ熟練の身の殺し。一瞬だったが奴のスピードに追いついた。もう少し早ければ。早く正確。魔法を諦め剣を握るだけはある。だけどせいぜいその程度。 No, he got him. Good heal. 目障りなヒーラーだ。やはり潰しておこう。Oh, fuck, dude. 剣を持つ者に背を向けるとは。 That's nice. どうやらただの年寄りじゃないよ。 Coming in clutch, bro. One arm. 宇宙ハンターを教えている。決
It is intense. そうは言っても与えられた力には限界がある。魔法使いごとき暗殺系ハンターの速度についてこれるわけがないんだよ。サンさん、嘘。ヒーラーも使い物にならないみたいだな。I can't believe it turned out like this. This dude's like actually evil.Some magic? どうだ。剣士に徹することで魔法への警戒心。Exactly. 僕がとどめを刺す。I think he's just a little too weak for this guy, man. 作戦は悪くなかった。この老いぼれ狐が。ここまでか。Jin Woo! Yes, sir. It's time. またあんたか。何者だ。Don't worry about it, bro. Look at him.存じぬ。Dude's fucking beautiful. EQ だ。EQ? そんなバカな。孫君、今のは一体。EQ でもパワータイプなら。They think he's too weak still. おかしくない。だが、僕の攻撃を2回も止めた反応速度。暗殺系か。まあそんなの。He's on a new level. あんた力を隠してるだろう。あんたたちは顔見知りのようだ。なら不正登録者ではない。目撃者を生かしておくはずがないからな。となると、答えは一つ。再覚醒者。孫君が再覚醒者。Fuck yeah。だとすれば、あの二重ダンジョンの一件の後か。二重ダンジョン。もしかして。イエーイ。雑魚の E級か。見た目も雰囲気も全くの別人じゃないか。Dumbass. それにあの時の測定値は確かに違う。You got a living legend standing in front of you. 再覚醒はその後。だとすると、二重ダンジョンから生還できたのは。まあどうであれ、ハンターとしての経験は浅そうだ。It's too strong though. 先輩として僕がいろいろと教えてやろう。なんでこんなことをする。囚人たちのことか。頼まれたんだよ。被害者の親に。I wasn't...あいつら人一人死なせといて。See, I wasn't mad at that. これは社会正義のためなんだよ。違う、キムさんたちのことだ。Is there a witness? 口封じが目的か。だったら人思いにやればいい。なのに。Yeah, you're kind of sick, bro. 示しの避け、まるでいたぶるように。被害者のため、嘘だ。お前の本質はそこじゃない。Damn it! I was hoping it was cool. それくらいはお安いご用ですが、あなたは少々誤解している。僕は大手ギルドからも引く手あまたの B 級ハンターだ。そんな僕がどうして安月給のハンター協会に入ったと思います？僕はね、モンスターなんかより人を殺す時の方が楽しいんです。He's just a sick bastard. B 級が再覚醒したところで知れている。That technique is crazy. さすがだな。 Holy shit! という身のかまし。私の知る孫君の姿はもうどこにもない。 How fast they are, dude. Yeah, they're like twins. 同じようなスペック、同じような実力でも高ランク相手との実戦経験の数が違う。その差があんたを敗北へと導くだろう。 He's not playingThe sand and stuff, it's just like you gotta use your surroundings and everything to survive. Yeah, the system.間違いなく僕が言うのはずなの。 Check my boy out. You like that, huh? さらに早くなった。毒、あんたの探検の効果が。I mean, bro, you're being dismantled. 僕も面白いものを見せてやれや。Pay attention. 気配を完全に。This is so intense.姿、音、匂いのその全てを消す。暗殺系のハンターでもごく一部のものしか手に入れられないスキル。もちろん僕がこれを使えるという。 Never mind.
誰も知らないがね。なぜなら、これを目の当たりにしよう。生きて帰れた人間は一人もいないからだ。スピードは This dude is literally a demon. 余計な真似はするな。あんたたちの番はこの次だ。このままでは、ソン君が。その足で次の攻撃をかわすことはできるかな。おい、いつまで喋ってんだ。It's the calmness. 状態の回復。Bro healed itself. 一瞬で回復した。治癒魔法が使える戦闘系ハンターなんて聞いたことがない。He's his own healer, bitch. 使えるんだ。予測がつかない。危険な野郎。また一つ感情が死んだ。お前のようなクズに怒りを感じることすら無駄だ。That's the beauty of it. なるほど。あんた、やったことあんだろ。なんだよ、同族かよ。そうか。おそらく彼は短期間のうちに何度も重い選択を強いられてきたのだ。Yeah. 変わったのは外見だけじゃなかった。Jin Wu's been through the worst of it, like literally. 常識外れの力はこの世の掟を変えた。ハンターだけに許された無法地帯。ここは法とは無縁だ。ただ強い者だけが勝つ。こいつ、まさか先で僕の位置。だから Defense on point. 正確な位置までは把握できまい。Oh shit.Animation is insane, dude. 待て、嘘だろ。なんだと。なんで殺すのか。Bro, Jin Woo is just insane, bro. 取り合わせのハンターに一般人の常識を押し付けたって無意味だ。あんたも同じさ。僕たちはもはや殺人マシーンなんだよ。だから負けた僕が死ぬ。この法則は至極当然のことなのさ。No, you could have been cool and still been alive, bro. 暗殺系なのに治癒魔法にデバフまで聞いたことがない。さあ、俺も自分の正体が気になって仕方ない。僕を殺したんだ。これ以上正体を隠し続けることはできないだろう。もし俺が戦うたびに強くなるハンターだとしたら。あんたの影帽子は闇へとつながってるよ。その深さだけ強くなれるだろう。だがせいぜい気をつけることだ。お前が深淵を覗くと、he's saying it'll take over Jin Woo. Probably like that's probably what happened to him, bro. He's just like now he has the stealth, right? 確かに前とは比べ物にならないほど強くなった。だがどういうわけか、強くなるにつれ俺の中にある何かが崩れ落ちていくような気がする。あ、good. ジムさん、ありがとうございました。おかげで助かった。君がいなかったら私たちは死んでいたよ。いえ、二人は先に出ていてください。ダンジョンを封鎖します。何？まさか一人で？ Song, did you not just see what he did? You're not that little kid. 君君たちを弔ってやれないことが気の毒だがな。Jin Woo, man. Putting on a show.No turn signal.報告は聞いた。生存者は？あちらです。しかし、まさかカンが誰にも気づかれず殺人を繰り返していたとは。うすうす怪しいところも感じていたが、上司として迂闊だったとしか言いようがない。こちらの3名です。彼は、あの時の永久ハンターだよな。Live in the flesh。まるで別人だ。お久しぶりです。監視課のウジンチョルです。この度はうちの職員が取り返しのつかないことですが、まずは担当直入にお聞きします。カンを倒したのはどなたですか？これ以上は監視と they're gonna bump him up。 残念だがジンホからの提案もなかったこと。 Damn, my name, think about that. 私です。
私がカンさんを殺しました。失礼ですが、確かランクは C 級です。そのあなたが B 級のカンをどうやって。彼女がいるではありませんか。なるほど、ヒーラーの協力で勝てたということですね。カンは B 級の中でも上位、 C 級の魔法使いがどうあがいても勝てるとは思えないが。わかりました。では調書を作成しなければならない。ご同行ね。カンテシクを倒したくらいでうぬぼれてる場合じゃない。あの時はわからなかったが、この人は A 級だ。今の俺じゃ太刀打ちできない。 He's strong as hell, huh? He's strong, strong. してしまったかな。君が力を隠すのにはそれなりの理由があるのだろう。 Crazy how many strong people are in this world. まあ、私なりの恩返しということにしておいてくれ。 That's what I thought of it as. I'm glad we still have Song around. 3時間後、カンテシクに囚人の殺害を依頼した男が自首し、俺たちの正当防衛が成立した。True, that proved. 疲れましたね。ジュナさん。ん？これ覚えてますか？ She looking cute. All right, episode 9 in the books. Let's talk about it, man. Jinwoo, I just can't get enough of him, man. It's just he puts on a show every episode. The episodes keep getting better. Out of 9 episodes, there has not been one bad episode. And at the beginning of this episode, I even said that, you know, it's action-packed. We got action the entire episode this time. And that's what I'm drawn to. You know, I love the slow episodes too. Don't get me wrong. Like the slower ones when you're just gathering information and stuff like that. But like Solo Leveling, man, it's just, it is the best, one of the best animes out right now. And that's facts. That's facts, you know. So I enjoy reacting to it. I enjoy watching it. It doesn't matter what goes on, man. I just want to catch it every Saturday. So let's just hope they keep coming out with bangers, bro. Jinwoo, that was crazy. That fight was absolutely insane. It really was. And I thought, I really thought Kang was, like, going to be a good guy because he was killing the three. Like, there were so many, like, plot twist right there, you know what I mean, with Kang. Absolutely amazing, great writing all around, 10 out of 10 episode. Appreciate you guys for tuning in. Early access and unedited reactions over on the Patreon, guys. Go check that out if you would like to just support, or if you want full movie, anime, what you name it, bro. Check out the benefits. And if you just want to be part of a cool community and have some people to chat with over there, man, they're very, very nice people. Appreciate you guys for tuning in. Be sure to like and subscribe. Peace.